e 3 5線は欧州自動車道路の A クラス幹線道路。ヨーロッパを東西に走っている。アイルランドの航空からイギリス、オランダ、ドイツ、ポーランド、ベラルーシを経由してロシアのオムスクまで伸びている。e 3 5線は欧州自動車道路の中でも最長のルートの一つであり、距離はおおよそ 5800km にも及ぶ。 欧州経済委員会が命名した。一般的にこの道は、航空からサマーラまでであり4 9 1 2トルと報告されることもある。1985年までは、ロンドンベルリンブレスト間を走っており、E8 号線という名称であった。なお、ロシアの側の区間は、アジアハイウェイ6号線にも指定されている。 ロスレアとフィッシュガードの間には1日2便のフェリーが就航しており、所要時間はおよそ3時間。ホックホンホランドに向かうフェリーは実際はフィリックストゥーより南にオーウェル川を越えたハリッチから出ており E32 を通る。1日4便のフェリーが就航しており、所要時間はおよそ4時間。貨物フェリーはフェリックストゥーからも出ている。ありがとうございます。